皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は歌イストのオリジナルの曲の眠りのソムリエという曲を皆様にギターの解説といいますか、そのギターの弾き方をお話しさせていただこうかなという感じでございます。まあ歌イストの曲の中でね、この曲もかなり簡単な方になるので、普通にこのある程度コード弾きとかアルペジオができれば、まあ誰でもすぐできるんじゃないかなみたいな感じの、結構難易度低めな曲でございます。頑張ってちょっと習得してみていただければ幸いでございます。とりあえずまあやってみましょう。まずイントロから行ってみましょう。こんなイントロです。こんな感じの。アルペジオというかコード弾きというか、まあ、ボサノバパターンって感じなんですかね。そんな感じです。やってみましょう。まずコードの確認でございます。最初は F シャープマイナーセブンスからスタート、6弦から 2×222×2×222×、もし忘れそうだったらそのメモに、書いておいてくださいませ。 2×222× みたいな感じで書いておけば後でも思い出せるんですよ。そんな感じで F シャープマイナーセブンスで、その次 B マイナーあと B ナインスだ。6弦から×21222×21222で、その次は G シャープマイナーセブンス4×444×4×444× で、その次C シャープマイナーセブンですね。6弦が×4245×4245× と、これを、こんな感じで弾いていきます。ちょっと右手をよく見ていてくださいませ。いきます。ワン、ツー、スリー、フォこんな感じのボサノバパターンです。ちょっとよく見て、その、ね、あのビデオ何回も巻き戻しをして、このベースの入れるところとこのコードの入れるところをちょっと探っていただければ幸いでございます。動きを分解すると、このベースを弾く親指の音とコードを弾くこの3本の音、あと親指でこのツッて音入れるこのパーカッションの音、2、3、4、1、2、3、途中でその B7 のフラットナインスが入ってきますね。6弦から6が×××21212212212で、フラットナインスが入ったら、その次このハイポジションで E メジャーセブンス、6弦が0 7 9 8 9 7 0 7 9 8 9 7、1フレーズずらして、で F のディミニッシュのちょっとこの変形したバージョンみたいな、6弦から1×012×6×012×という感じです。これがイントロのとこです。ちょっとゆっくりやってみましょうか。いきます。1、2、3、4、こんな感じです。でその次 A メロに入るともうほぼほぼ一緒なんですけれども、まあ、ちょっとコードが変わるぐらい、 F シャープマイナーセブンスから B ナインスになって、その次 E メジャーセブンス、6弦から6、あと6弦から0211で00 6211 00、そして C シャープマイナーセブンスと、なんでその G シャープマイナーセブンス、これがその E メジャーセブンスにすり替わったって感じですね。ちょっと A メロゆっくりやってみましょう。1、2、3、4。
で最後に B メロ入る手前にこの G のディミニッシュの変形したやつが入ります。6弦から 3×2×3×4×3×2×3×4×こんな感じです。でその次からまたこうコードをできるだけ伸ばし目に行くんですけども、 B メロやってみましょう。ちょっと弾いてみます。 B メロいきます。 1,2,3 まあこんな感じです。やってみましょう。まずこの F シャープマイナーセブンスが、さっき超えたんですけども、開放になってイレブンスが加わります。 2×2200 2×2200 でその次 B のイレブンス ×21200 で G シャープマイナーセブンのこれまたイレブンスですね、6が 4×4400 とで、その次 C シャープセブンス6弦が×43420こんな感じ。ちょっと続きいきましょう。そのまま、またでまた F シャープマイナーセブンスから A マイナーシックスですね。6弦から×0455で、その次 A4B、6弦が7×765×7×765×で、その次中指と人差し指が下がってフラットナインスを入れます。こんな感じ。6弦から 7×754×7×754× B メロゆっくりいきます。 1,2,3,4ハーモニクスが2弦の12、1弦の12で2弦の7フレット、1弦の7フレットです。12、12、77で、これを弾いたらこのブラッシングじゃないか、このゴーストの音を入れて、サビいきます。で、サビがこんな感じ、弾いてみましょう。こんな感じになる予定です。B メロとほぼほぼ一緒ですね。またこの F シャープマイナーセブンスからスタートして B に行き、で G シャープマイナーセブンスから、C シャープマイナーじゃなくてその C シャープセブンスになるんですよね。ちょっとこの気分次第でいろいろこのコードを変えるんですけども、 C シャープセブンス、6弦から×4342×4342× か、もしくはシャープナインス×4345とか、もしくはフラットナインス4343とか ×4343× とか、まあ、こういうのをね、合間に入れたりとかして、まあ、弾いていくと、こんな感じ。ゆっくりいってみましょう。ワンツーサビいくぜ。またイントロ。イントロ一緒っすね。あと一緒、また A メロです。で、このまま A メロ、B メロ、サビが全部、繰り返されます。繰り返されます。唯一違うところとしては、そのサビ前のこのハーモニクスが逆になること。こんな感じで、さっきと逆ってことですね、じゃなくて
こんな感じになりやす。で、間奏のところとか合間のところですね。合間のところもそのイントロの。こんな感じで C シャープがそのマイナーだったりセブンスだったりとかするんですけども、まあちょっとその辺はおいおい、聞き分けていただければ幸いでございます。で、その次新しい D メロのところが、コード全く変わんないんだけど、ちょっとやってみましょう。 D メロのところ、ワン、ツー、スリー。そうですね、こんな感じですやってみましょう。最初は F シャープマイナーセブンスのイレブンス、これ全部一緒で、 B G シャープマイナー C シャープマイナーで F シャープマイナーで B に行って E から F ディミニッシュ、6弦から1×0、1×2×1×0、1×0、1×2×で、また F シャープから B に行って C ディミニッシュ、6弦から×3、4、2、4×で、オープンコードの C シャープマイナー、6弦から×4、1、2、0、0×4、1、2、4、2、1、0、0×4、2、1、0、0で、その次 D のテンションコードです。6弦から×5、2×5、4、2、0×5、4、2、0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 、0×5、4、
ハーモニクス12、12、7、7で5、5。この2弦1弦2弦1弦2弦1弦と繰り返すと、こんな感じで、またこのサビに入っていくという感じです。あとはもうほぼほぼ繰り返し、ちょっとその感想とこっちゃでね、その D メロのところゆっくりいってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォな感じです。でこのままサビをひたすら繰り返して繰り返して、なんかフェードアウトで終わるんですけども、そんな感じの曲でございます。でもまあ弾き語りするときはね、最後はその A メロ入るときので、 A メジャーセブンスとかで終わると良いのかなという感じです。はい、そんな感じの曲でございます。まあ結構繰り返しだからね、その出てくるコードとかもそんなに多くないから、結構簡単に数コピーできると思うんですけども、まあ、ちょっとよかったら練習してみていただけると幸いでございます。とりあえずまあそんな感じでしょうか。また分かんないところがありましたら、動画を何回も巻き戻したりとか、スロー再生したりとかして、このね、何弦弾いてるかとかね、どのポジション弾いてるかとか、その辺を研究していただければ幸いでございます。それでは今回は眠りのソムリエの解説動画ということでございました。また違うところでお会いいたしましょう。グッバイ、さよなら。